はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3では続きからやっていきます。病院の地下に来たところですね、地下を捜索してワクチンを探し出すというところになります。あそこに人がいるな。人というか、ミハエルじゃん、絶対。いやいや、見える。あ、ガラス越しになってんのか。これ何？炸裂弾。炸裂弾すぐなんか、あそこにもちょっと、こういうやつは先に攻撃をしておく。ミハエルの指示でゾンビが動き出すとか、そういう感じのやつではないよね。一般の傭兵だもんね。てか、こっちから行けねえじゃん、そもそも。飛び降りなきゃダメか、やっぱり。ほい。いやいや、なんでさ、二人ともお互いにシカトしてんの？絶対見えるでしょ。ジル、上向いてないけどさ。いや、ここってなんか戦闘場所になりそうだな。これは動かせない。あと、なんかそれなりに近く行くとアイテムマップに表示されるからね。あ、これやっぱでもリフトのレバーか。動かないんだな。ヒューズが切れてどうのこうのっていう話になってるから、これで上に行くか。撃たれたの今。ここまで食らいついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。あ、今これを撃たれたのか。あ、ヒューズだね、やっぱり。最終目標はここで。そもそもどうやっていくの。やっぱりこれが、じゃあ今度した。あれ、このゾンビイカれてるゾンビっぽいな。ちょっと待って、本当にこいつはイカれてるっぽいな。強い、ガチ強い。で、本当に死んでるかは一応確かめる。死んでる。で、ここか。降りてきます。で、やります。またこ、あいつずっとあそこにいんな。何してんのあいつ、本当に。さっき撃ったのあいつじゃないの？撃ってないのか。あの、ショートさせたのか、ヒューズ。ちょっと待って、これさ、ヒューズ3個。そんなに持てないんですけど、俺。ハーブは持ってるから、じゃあこれは組み合わせるでしょ。ハンドガン。ハンドガンの弾もう使い切る勢いでやってていいな、多分。1個目のヒューズはやたら簡単なところにあったね。おお。犬どこ？いっぱいいるじゃん。犬、早え。よし、一匹。あ、吠えてる。よし、オッケー。いやー、まだ一応ちょっと減ってるけど、ファインではある。真っ赤っかだな。ハンドガン。でもまだハンドガン、割と現役でやっていけんね。まあ、無理くりハンドガンの弾を使いつつも、強い弾のやつは温存しておいた方がいいのかな。これ起動すんの？起動しそうな感じではないか。広すぎる。うお、やってくれるぜ。なぜか
そう。しぶとい。たかだか研究員ごときが。でも33発入るってことはさ、弾のストックが一枠使わなくていけるって。止まり？ん？いえ、待って。いける。てか客が全然見てないんだけど。ん？これなんだ？レッドハーブ。いや、もうレッドハーブこんなとこに置いてあんの？レッドハーブが持てないよ、そもそも。こんなところにいる。で、一応エレベーターの電源っぽいのがあるな。やるだけやってみようか。どこだ？ここか。え、これ普通に上行けんの？ちなみに。これさ、もしかして上にないとさ、上行けなくないっていう、そういうシステムじゃん。こっち側、そうだよね、多分。飛び降りれる？飛び降りらんねえし。あれ？ここは？あ、これこっち行ける？もしや。いっぱいいるよ、その前に。セーブポイントへの道は遠い。そういうことか。これ使おう。これを持ってこう。はい。はい。あ、いけ。変な漫画いるな。よく見れば。何？変な漫画、やっぱり。しぶとい。倒した。本当に？いや、これ本当に倒したっぽいな。オッケー。これ何なのこの変なマン。ショットガン3つ。で、開通。ここが拠点になるのか。ちょっとじゃあ、アイテム整理。これ、一旦預けよう。で、ヒューズ、最終的に3本でいいだろうな。で、ショットガンはでも、呼び玉持っときたいしね。グレランをどうするかだな。グレランをうまく使っていくか。まだマグナムいらないか。これでいくか。2枠開けとこう。じゃあ、ただハンドガンの弾ももうないからね。7発しか。そしたらまあまたグレラン、あれなんかある。作業員メモ。9月12、N2 へ45男、32女、廃棄60男、89女。あ、これは感染系のやつかな。ここ数日、廃棄ラインを30に引き下げ。看護師に見られた。地下への検体受け入れは一時中止。あ、なんか言ってたよね。見てしまった、みたいなの。これは上げとかなきゃいけないんだよ。で、上からこうやっていく。で、こっち側にハンドガンの弾19発。で、さらにあれ、どうやって来たっけ？これやるとどうなる？あ、あれか。これが上がって、あれ、こっち側ってじゃあどうなってんだ？一応気になるは気になるんで、これ下げるでしょ？ここでも下げられるから。下げたこっち側、あれで、これ上に上がってるから特に意味ねえか。あ、これが上がってたからさっきあっち行けなくて。なるほどなるほどなるほど。上げとこう。
こういうのややこしいんだよね。上げ下げで、ここ通じました。で、こっち側はこれなんかありそうじゃん。強化回復か、これ強化回復だね。で、下に下ろせるけど、下ろしておいた方がいいのかな。違う、下に下ろすと今度こっち行けなくなるわ。ウィーンって、あ、でも降りてきたら降りてきたらいけんのか。なんかこういう端っこね、アイテムないか。いや、マジ真っ赤からだ。なんだ、まあ君たちか。ちょっと待って、え、なに、あーって、な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 んであーってなってんの。いや、ガノトトスちゃんが嫌がる。ちょっと待って、いや、待って、それはマジかよ。ここにもガノトがいるのか。食われた。で、奴らのところにはもう速攻で手榴弾投げ込もう。こっからちょっと待って、考えよう。ジョイナー持ってこう。じゃあで、でどうなってる今。上位弾にしたいんですけど俺。そうだよね、上位弾にしてマインスロア置いてこう。で、上位弾で一気に焼き尽くすでしょあいつを。ってことはまたあいつ出てくんのか。永遠で作っちゃうか、呼び玉を。これと、これで、こう。しまった、炸裂弾になっちゃった。まあいいや、もう、もう知らん。よし、これで行こう。目にもの見せてやる。レポート取ってないことになってる。で、下げてじゃなくて、上げて、行くと。さて、ここ開くでしょ。で、開いたら投げる、もう放り込む。 OK。 で、こっち来るから燃やす。燃えろ。一発で出せる。もう一発撃っとく。ちょっと分かんねえ、生きてんだか死んでんだか分かんねえ、本当に分かんねえんだけど。いや、生きてるっぽい。あ、死んだな。これで後ろから近づいてくるやつはいない。よし、手榴弾一発で全てを倒せたのはでかい。こいつここにずっと格納されてたのか。ハーブでここの空気を洗浄してたんだな。でも上位弾一発で倒せるっていうのが分かったのがかなりでかいな。で、ヒューズか。2本目、持てません。知ってるよ、もうそんなの。これ使おう、完全元気。ん？で、あと1本がどこだ。お、すげえな、ここマジで一掃されてる。ちょっと待ってね、考えよう。ちゃんと強化火薬、これをこれくっつける。で、これをこれでくっつける。よし。で、ガンパウダーだから、これはくっつける。で、ハンドガンにして、よし、装填すれば空になるから開く。とりあえずここは一旦探索終了だね。だからもう戻ってセーブして、すげえうまくいったからな。めちゃくちゃ節約できた気がする。ただそもそもあとどこっていう話なんだよね。こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ。まあいいや、セーブしよう。で、
行くでしょ。さっき地図見たらこっち行けそうだね。扉がある。これ逆側か。なるほど、ガンパウダー、ハンターか。ちょっと待って、これをどうするか考えよう考えよう考えよう。ショットガンだ。ちょ、くそくそくそ、待って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 、からやって、3発、まあ、1発外したけど、もう減っちゃったよさっき使ったのに。まあ、どこで何が出て、え、これでもう終わりめちゃ簡単だったな。3本目、え、本当にこれだけだ。なんかロードしてさ、ハンターもう一回やり過ごしたいんだけど、まあいいや、行こう。じゃあヒューズ3つ取り出してこないとね。ちょ、もう一回アイテム、救急スプレーは予備1か。ちょっと待ってね、そうするとそうするとだよ、ガンパウダーをちょっとさすがに預けよう。でヒューズ3、回復薬はもう使う前提として、これでいこう。でもしなんかボス戦みたいになって上位弾がいらなかったらマインスロアに切り替えましょう。でマグナムは持ってて安心だからね、持ってて安心マグナム、これを左にしよう。ショートカット登録。さて再び戻ってきた。出た、げっ、こいつら滅却するか。こうやったら滅却に限る。燃えろ、切って、滅却できないの。いって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 、ちょっと待って、やばい、本当にやばい。なるべく使いたくないんだよな。倒した、ふわって、やばいやばいやばいこいつらめっきゃあんま効かないか、実は。ちゃってるな、弱点。ちょっとまだ生きてるし。いって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 、こいつらごとき、こいつらごときにこんな苦戦するとは。これやばいよ。ちょ、ヒューズじゃねえよ。救急スプレーかと思った。で滅却弾を使ったのがそもそもの間違いだったな。この遠距離とかなんなの。いや、こいつだってマジで死ぬんだけど。おとなしくショットガン使えばよかった。これ判断ミスだな俺の。おとなしく本当にショットガンでよかったわ。上位弾とは何だったんだろうか。いやーやばいなー、ヒットポイントがないわ。あれどこだったっけ、ヒューズって。ここか。あ、勝手にもう1番2番3番みたいなのやってくれてんな。ニコライを追う。上がっていいよね。っていうかさ、あー、レッドハーブね、そうだね、ここにあったね。うん、まあいいや、行こう。で、ここにいたわけか、ニコライは。クソ、一足遅かった。まあ、それそうだよね。一体ここで何してたの。いや、セーブして多分アイテムを整理してたんだと思うよ、ニコライは。ニコライで、
書きかけの調査記録、9月20日 RC に潜入、混乱は局地的行動開始、 RPD5 20体規模の群れと交戦、20分で壊滅、大学を利用し実験、犬含む群れを誘導、2時間で 64% 感染、発症生存者ゼロ、 M 隊に合流、女教実行。9月28日、拠点に群れを誘導、夜間密室での多人数戦、映像添付、戦闘終了、生存者7名が脱出に成功。ポイント D18 に未知の BOW が投下、観測開始、何かを探している様子、未知の BOW を観測、三つ星2名発見、男の方は感染、BOW は女を追跡している。まあこれはブラッドとジルのことだよね。三つ星の女、以後 J。 なんで J なの？ M 隊に合流、 BOW は情報にあった新型の N と情報が一致、特徴が一致、 N と見られる。 BOW が武器の使用開始、 J に強い執着、ターゲット指定が可能、市街の構造を完全に把握し追跡している。 BOW が J との交戦後形態変化、進化、J 感染、意識混濁、指示通り検体摂取。 J 感染から17時間以上経過、進行はかなり緩やか、T ウイルスに耐性ありか。 M 隊の C がワクチンを入手し J に投与、20時間ほどで戦線復帰する見込み。やはり BOW は情報通りの新型 N か。 J と接触するたびに能力値が飛躍的に上昇、再度交戦させより、再度交戦させより詳細なデータを入手する。また交戦させんの？ジル！タイレル！やったぞ。交渉が済んだ。政府は爆破を中止する。条件は厳しいが、爆破までにワクチンを届けないといけない。残された時間は？あって数時間ってとこだ。ならグズグズしてる暇はない。こっちだ。ついていく。いや待って、もうちょっとここ探索させて。やつが何かアイテムを、ほら残してってるかもしれない。ありがとう、ロングバレル MG マグナ、マグナム1回も使ってないんだけど。ヘビーバレル化により射撃ブレを軽減した上、弾速が速くなり破壊力の向上も期待できる。いいな、速攻でやろう。いいね。あいつなんでニコライ超優しい。いやこれも実験か。これを置いていってやつがどう使うか見ものだなみたいな。で弾がないんですよ、弾が。そもそも強化火薬と強化火薬くっつけたいんだよな。ガンパウダーと強化火薬くっつけられるけど、救急スプレー持っていくか。1個、マインスロワーダーも一応持っていくか。空いてっからね。よし、これでいこう。であいつについていくって言っても、あ、普通にこっちか。この先にワクチンがあるはずだ。ちょっと待ってね、弾マジでない。え、先行してくれんの？走れない、ついていかなきゃいけないんだ。あなたは残ったら休んでいられない。一緒に行くぞ。わかった、やり遂げましょう。やられた。ダイレル！こいつやべえ、マグナムとかあった。今よ、頑張って、あともう少しよ。ジル、完全にやられたわ。ダメ、行け、逃げろ。
これはさすがに突破できないか。ただし俺も戻れなくなってしまった。迫り来る危機、ハドカ2発しかない。しかしちょっと待って、こっちなんか動いてね、これ。ほらほらほら、何なんだよ、チラ見してんだけど。地図があるわけじゃないからな。ロックされてるか。こいつも動き出しそうな気がするけど、違う、弾がなくなってしまった。もう無駄打ちできねえんだけど。これはいける、ハーブ。今ただのグリーンハーブだけど超貴重だからな。 NEST2 研究員、観測規則、 T ウイルス応用研究棟、ネストか、ネスト2はアンブレラ社の研究の中核施設であるネストに対して技術の実用化を目指す特殊な施設です。主要業務である生物兵器、通称 BOW の製造のほか、T ウイルスのワクチンや対 BOW 用の特殊兵器の開発などを行っています。業務内容には一部危険を伴うものもあります。安全確保のため含む規律は遵守してください。部外者の侵入や機密情報の持ち出しに関しては特に厳しい罰則があります。ルールを守り、世界一の研究機関で革新的な技術を共に生み出しましょう。あ、地図がある、やった、ありがとう。で、ここに置いてあるのはハーブ1個だけか。ちょっとファインだけど、ちょっと減ってる系のファイン。あ、強化回復がある。これマグナムの弾にしよう。強化火薬、強化火薬で、マグナムの弾が16の18か。ただ普通の弾がもう本当にグレランしかねえな。よし、じゃあとりあえず今回はここで終了して、次回はこれ何施設だ、研究所としか書いてないけど、ネスト2か、ここはネスト2を、探索していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。